皆様ごきげんよう。ヘイローウォーズやってまいります。今回やるのは対戦の1対1で、でキャラクターは今回はこのアンダース教授を使っていきたいと思います。このアンダース教授はグレムリンとホーク、車両に対して有効的なユニットと、あと飛行機で最強のユニットが出せます。そして凍結爆弾、あらゆるユニットを凍結させることができるこの範囲攻撃の爆弾ですね。で、なんといってもこのアップグレードと研究時間が半減というのが大きいので、今回はこれでやっていきたいと思います。さあ始まりました。このマップは、マップのあらゆる場所にこの、終わっちゃった。もう一回やりましょう。さあ第2戦始まりました。このマップは広いので、このワートホグ、この車ですね、このワートホグがかなり有効的かと思いますので、これをどんどん作っていきたいと思います。で、敵さんも同じ階級なので、結構いろんな策を打ってくるに違いないので、ちょっと敵の基地を見ながら慎重に攻めていきたいと思います。さあ、このワートホグでマップのあらゆるところに落ちている資源を拾うことができます。これを序盤拾っていくことで、今後のこの内政の差が出て有利になってきますね。で、多分敵さんもワートホグを作ってくると思うので、ちょっと作っているかだけ確認してみますか。さあ3台目が出ました。どんどん作っていきますよ。結構あの場面の切り替えが激しいと思うので、ちょっと酔うという方は右上のマップを見てください。敵さんは4つとも資源ですね。ということはすぐには攻めて来られないということなので、早めにこちらも攻撃手段を得て攻めていきたいと思います。序盤はかなり簡単に対策を打たれてしまうので、ちょっと邪魔をするくらいで、そのまま攻め落とそうと考えずに攻めていきたいと思いますよ。以上。前回の動画よりはとプレイしているので、前回ほど操作もグダグダにならないかと思いますが、さあ、今リアクターが立ちました。これが立つことで、この車にガンナー銃をつけることができます。そして銃をつけて、あらゆる場所の資源を回収していきましょう。ここにも1個あったと思うので、行きましょう。さあ、もうガンナーがつきますね。では1機だけ、敵さんの車です。しかし銃はついていないので大丈夫そうですね。さあ邪魔をしましょう。このまま勝てそうですけども、どうなんでしょうか。敵さんは攻撃ユニットがいないので、動かさなくても大丈夫そうですね。そしてこの邪魔をしているうちに基地の強化をしていきましょう。ここで勝ってしまいました。あれ、なかなかちゃんとした試合ができないですね。ではもう一戦いきますか。さあ本日第3戦目始まりました。敵さんは同じくアンダース教授、ここも多分ワートホグが有効的なかと思うので、また車を作っていきたいと思いますが、敵さんの車をちょっと早めに潰してしまいたいので、早めに銃をつけたいと思います。なので2手目に、基地の2つ目にこのリアクターを建てます。そしてどん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 作ります。どんどん作ってどんどん回収します。敵さんは今この辺に見えたので、多分ここら辺の資源は回収されてしまっていますね。さあ、これが立つ頃に1台出るので、もう1台は作れるかな。ギリギリ作れそうにないですね。その時はキャンセルしましょうか。やはり早め早めに敵の車を潰してしまいたいので、
それが勝負を決めてくる要因だと思います。よし、キャンセルして、で物資を強化しておきましょう。さあ回収してください。あ、ここ拾われていますね。敵さんもやはり車を作っております。そしてどついてきました。結構厄介です。ちょっと集合させましょう。でそろそろガンナーがつくので、集めて、あ、敵さんにもついた。これは勝てるかな。ちょっとこの円を取られてしまっていっては多分勝てないので、どついてどついてどついて。あ、1台相打ちかな。大丈夫かな、勝てるかな。これ引いてしまったら不利なんですよね。よし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 、勝った。いやでもまだまだ油断はできません。敵さんも車をまだまだ送ってくると思うので、どんどん車を作っていきますよ。物資は強化できないですね。どんどん建てていきます。しかしあまり車を作りすぎると今度は基地を強化できなくなるので、ちょっとあと1台出したら基地を強化しましょう。そして真ん中は確保して、ここの物資を取って、ちょっと敵さんの基地を見てきますか。何してるかな。物資パッドが完成。まだまだ車作ってるんでしょうかね。そしたらこの1台がちょっと、あー、いる。この1台がもったいないですけどね。よいしょ、壊してしまいましょう。あ、2台いる。それ下がって、これはやばいぞ、これはやばいぞ。どついてどついて。あ、どつく前にやられた。くそダメだ。ちょっと一回真ん中から離れて、ここの資源を回収しましょう。2対1ではもう絶対勝てないので。そして今なぜ物資パッドを建てたのかというと、リアクターを建てるための資源がなかったので、とりあえず物資パッドを建てておきました。結構この物資の計算も重要になってきますが、失敗してしまいました。ここを取ってしまいましょう。ここを取ってここを強化して、で、あ、ホグ作った方がいいですね。でこれが立った頃にホグをグレネーディア、助手席に一人乗せてグレネードを撃っていただきましょう。さて、真ん中は必ず取っておきたいので、この真ん中をなぜ取っておきたいのかというと、真ん中にいられると回復されてしまうんですよね。さあどうしましょう。ホグキャンセルせずにこのまま行きますか。よし、で早めに戦車を出しておきます。多分敵さんはこの2つ上と下にあるこのリアクター、外のリアクターですね、建物として建てなくても歩兵を入れるだけで、そのこのリアクターと同じ効果を持つものに多分歩兵を入れようとしてるんだと思うんですが、どうなんでしょうか。もしそうだったらそれを邪魔したいんですけども、強化しない方がいいな。さあグレネーディアもついたので真ん中取りましょう。ここは回収うまく回収できていませんね。敵さんも戦車出してるような気がしますね。あ、たくさんいる。よし、ちょっとずつ潰していきましょう。敵は数が多いですね。しかし多分グレネードはついていないので、あ、基地だ。こんなところに基地を取ってる。これは完全に不利だ。勝てるかな。あー、囲まれた。これは戦車で攻めるしかなさそうです。必ずここの基地は、車が全滅してしまった。この基地は必ず潰しておきたいですね。そしたら戦車と、あとグレムリンも出したいですが、多分今グレムリン出したら次の戦車を作るために資源が足りなくて生産が遅れてしまうので、まずは物資パッドを強化しましょう。
しばらく生産以外のことができません。あー、ここの基地がすごい気になる。やはり基地の多さは内政の強さを示しているので、早めに潰してしまいたいんですが、スコーピオン2台でいけるかな。敵もスコーピオン、あんだけの数と基地を取ってるので、スコーピオンは出していないと予測して、このスコーピオンで攻めていきたいと思います。しかしここ取られてしまっていますね。ってことは敵はリアクター3つなので、スコーピオン出されたら多分強化されているので、このキャニスターというかなり強い大砲をつけられていると思うので、それつけられていたらかなり厄介ですね。それとも飛行機を出してくるかな。一応対車両も作っておきましょう。そしてこのホグすごい数ですけども、これは凍結を使うべきかどうか迷いますな。使いましょうか。当たるかな。よし、さあ頼む。そして戦車がバレたので、一応飛行機を作っておきましょう。これで敵さんも多分もう車は作らないので、のガウスというこの車の最強強化があるんですが、それが飛行機に対してすごい有効的なんです。それを多分やってこない、もうやってこなくなると思うので、飛行機にしましょう。さあ、スパルタンが来ました。このスパルタンは乗っ取られてしまうんですよね、乗り物。それだけは避けたいということで攻撃しております。さあ敵さんもグレムリンを出してきました。今のうちにこの基地を壊してしまいましょう。さあこっちもグレムリンを置いて、この辺に置いて、そして飛行機を作ります。勝てるかな。さあ邪魔されておりますね。こっちも邪魔しておきましょうか。いる。おお、やはりグレムリンをたくさん作ってきますね。さあどうしましょう。このまま飛行機が到着するのを待った方がいいのかどうなのかという感じですけども、多分乗っ取りに来ると思うんですよね。ここで飛行機を出すことで敵に対空の車両を出させる手に出ましょう。あ、凍結、よし。しかし取られてしまう。あ、大丈夫だ、取られる前に、あ、取られてしまう。これはダメだ、これは厄介だ。ちょっと飛行機退避、そして取られてしまっている。あー、引いて、3台とも取られてしまっているのか。敵さんうまいです。これは負けそうですね。しかしこちらはこれから飛行機を作るので、さっき1台飛行機行ったのがバレていないといいんですが、あれだけたくさんのグレムリンを作っているというところを見ると多分大丈夫かとは思うんですけども。さあ、リアクターを3つにして、で飛行機強化して、一度強化してしまえばリアクターは3つ必要ないので、このように強化が進行します。そして強化させてからもう一個エアパッドを作ることで2倍の速度で飛行機を作ることができます。これで一気に飛行機を作って敵の基地を潰していきたいんですが、敵さんリアクター3つなので、多分簡単に対空の車両を出してくると思うんですよ。なので念のためこのグレムリンも出しておきましょう。今資源に余裕があるので、ちょっとタレットも立てようか迷いますが、立てなくてもいいかな。多分攻めては来ないと思うんですよね。さあホーネットが強化されました。これで一気に攻撃力が上がったので、どんどんこれからは量産していきたいと思います。できるだけバレずに、どうしましょう。基地を先壊そうか、このリアクターを壊そうか、それとも裏を取ってこの基地を壊そうか。ここにも立っているような気もしますし、何も見えないというのはとても怖いですね。
さあどんどん作っていきます。この車両はなくてもよかったかな。今攻めてこられたらかなり厄介ですけど、多分そこまで作れていないと思うので、しかしこれからどんどん時間が経つごとに内政の差が開いてくるので、多分一気にドーンと大量に来ると思うんですよね。その前に基地を潰してしまいたいんですけども、間に合うでしょうか。資源が間に合ってないですね。来たー。動きを止めて、敵の後ろを取りましょう。あ、敵さん対空手段がない。これは勝った。よし。で、このスパルタの乗っていない、いや全然勝ってない。むしろ建物がかなり効率よく壊されていますね。あー、これはダメだ。先にスコーピオン、先にスコーピオン、先に戦車を壊していきましょう。間に合うかな。これ間に合っても内政で負けそうですね。こっちを攻撃して、やはりリアクターは建てるべきでしたかね。さあどんどん効率よく壊せて、敵のユニットを壊せておりますが、さあこれくらいにしてちょっと敵を攻撃しましょう。これを先に潰しましょうか。で、グレンブリンで、よいしょ。あ、乗っ取られてるじゃないか。大丈夫かな。あ、リアクターがなくなったので生産手段がなくなりました。このホーネットだけじゃ多分もうすでに対策取られていると思うので厳しいと思いますね。この試合は負けか、負けかもしれない。しかしさっきリアクターを壊したので多分ちょっとは時間稼ぎになっていると思います。大丈夫かな。さあ攻撃だ、いけ。どうしよう、強化して。あー、もう無理だ。敵が対空車両出してきた。凍結して倒すか、それしかない。よし、凍結、自分に当たったら元も子もない。よし、これで勝てるかな。あまり勝てる気がしませんけど。あー、残ってしまっている。もうこれは終わった。ということで、ここで降参してしまいましょう。降参です。さあ反省会、敵さんは最初のワートホグ、最初は結構優勢だったんですが、多分この基地を取られてしまったことで、この生産量に一気に差が出てしまったという感じですね。そしてリアクターを取られたのもかなり大きいです。こちらも初めにリアクターを取ってしまった方が良かったかもしれません。そしてよく見ると敵さん基地2個取るまでは何も生産していなかったような感じがしますね。ということはここを潰すことがもう勝負を決定していたという感じです。最後までご視聴ありがとうございました。またいつ上げるかわかりませんが、よければ次回も見てくださいね。お疲れ様です。